ダニエーレ・ベンナーティは、イタリア・アレッツォ出身の自転車競技選手。2002年にプロデビュー。ロードレース界におけるトップスプリンターの一人であった。ステージレースのポイント賞部門では常に上位に食い込む活躍を見せ、ステージ優勝も多数収めた。2019年に腰痛により引退。2002年、2003年、2005年、2006年、2007年スプリント中の ベンラーティ2008年2009年2010年2011年 TT をしているベンラーティ2012年スプリントでステージ優勝を量産するスプリンターであった。しかし、ある程度の独創力も有しており、しばしば逃げ集団に乗ってステージ優勝を狙う。上りもある程度こなし、山岳ステージでは集団の牽引役を担当することもある。 キャリア後半は、スプリント力の衰えから、ゴールスプリントに絡むよりも、戦術の独創力を活かして、ティンコフ遺跡後に、アルベルト・コンタドールを、モビスターに遺跡してからは、アレハンドロ・バルベルデやナイロ・キンパナなどの、総合系リーダーを平地でアシストする役目を担う、ことが多くなった。ありがとうございます。